一番努力が報われやすいのが教育学部ですね。因果関係は問われるからって言ってる。気づいてました？大問1に全く同じ表現出てますよね。ね、やらしいよね、これはね。意味じゃなくて、同じアクセントはどれでしょうって言ってるわけですよ。ハローで始まりました、モテチャンネル。さあ、今回はですね、早稲田大学教育学部の英語の講評に行きたいと思います。まあ、教育学部はここ最近ですね、すごく優しいっていう傾向が続いていますので、今回もそれを踏襲したっていう感じになりますね。なんで、まあ、授業でよく言うんですけど、一番努力が報われやすいのが教育学部ですね。ただ、まあ、満点を取らせないように引っ掛けてるかなっていうのがある。だ全体的にはすごく優しいです。他の総計の学部と比べるとね。ただ、全問正解をさせない工夫がとされてるって感じですね。はい、では見ていきますね。最初の並べ替え問題、これが、相当難しいものになってるんだなと思いますね。問題作った側はそれを想定して作ってたのかどうかっていうちょっと知りたいなと思って。まず、assure ですね。assure 人だと SV なんですよ。そう、だからまず人を入れなきゃいけないっていうので、students を直後に置くことはできるんですけど、その後なんですよ。assure 人だとで作っちゃうと、できるんですね、文が。文ができるんだけど、意味が合わないんですよ。だから、ってなった人が多いんじゃないかなと思った。あとは、いつも言うんですけど、代名詞と B 動詞はすごく大きなヒントになると。例えば、she って出てたらもう必ず主語じゃないですか。で、was が繋がるに決まってるわけですよ。それに対して、were っていうのは複数なんで、主語はもう ideas なわけですよ。っていう風にわかるし、interested ですね。人を主語に取るはずですから、she was interested in っていうのはもうわかるわけですよ。で、be different from じゃないですか。were different from っていうのもこれもできる。で、hers っていうのも繋がるわけですね。だからこのセットができるんだけど、それでも難しいっていうね。なんか面白いなって思った。the students that の接続詞の that 省略できるんで、そこが省略されてて、she was interested in ideas that were different from hers ですね。つまり hers、つまり her ideas ってことですね。だこの形ができれば OK なんですね。はい、1問目から、まあ時間を食わせる問題になってんのかなと思って。2番、it depends ですね。まあはっきりと答え言ってくれてないのを選べばいいので簡単ですね。次3番、about why もこれも簡単。be curious about で、後ろ主語動詞ですね、揃ってますから、what は置けない。B の Y である。ね、これは簡単ですね。次は get the best of とかね。get the better of とかっていうのも出題されますので、勝つみたいなのが。では、triumph は選べてほしいかな。で、5番は trivial decision ですね。まあ、決めることが書いてるから。だって飲み物ですから、そんな些細なものじゃないですか、決めるのなんて。で、次は、study the menu ですね。まあ、これは知らなかったら無理ですけど、どうです ?study the menu って。これ、まあ、メニュー見るってことですけど。まあ、自分自身は聞いたことも見たこともある表現だったからできますけど、まあ、ここは悩んだ人もいると思います。7番が、a sense of sameness は全然大丈夫ですね。これ、そのまま前の段落に書いてあることじゃないですか。同じであるってことが重要とされるっていうね、日本では。で、8番代名詞 it は non-ordinary past の方ですね。まあ、次の文に ordinary past の対比が出てるんで分かりやすいし。で、9がね、この feel の言い換え。これがね、もうね、必ず、まあ、早稲田合格塾の授業でも、河合塾の授業でも、矢印を必ず書いてたやつですよ。こっち向きの矢印を書いてましたね。因果関係は問われるからって言ったやつです。だから、インスパイアーには線は引いてなかったけど、provoke出てきたら必ずこっち向きの矢印を書いてましたね。stimulate が出てきたら必ずこっち向きの矢印を書いてましたね。そういうことなんですよ。問われるから、因果は。これからインスパイアにも引こうかね。allow が違うんですね。はい。で、not 問題であるってことを気をつけてください。このね、not であるっていうのが厄介。教育は。で、次は、そうですね。これね、文化とサイコロジーの話ですからね。A はいけたんじゃないかなと思った。まあ、全体的なトピックでもあるしね。二つ目の長文ですね。あの、学校だよね。スパニッシュとイングリッシュ両方教えてるダブルイマージョン教育みたいなところの話でしたよね。最初、move comfortably between two languages and cultures。まあそうですね。どちらの言語、どちらの文化にも触れられてるわけですから。だから C が正解。overcome linguistic and cultural barriers っていうのが正解ですね。で、次2がさ、びっくりしたんだけど、エッジ問われてるじゃないですか。competitive edge って書いてあるんですよ。これ気づいてました？大問1に全く同じ表現出てますよね。なかなか珍しいですよね。
で、comparative edge の edge っていうのは、あ、これ出ますよ。優位とかさ、有利、強みとかね、そういう意味ですよね。今までにも出たことあるので、この多義語の問題は。A は、edge は単なる端っこの edge でしょ？で、B がプラスの内容が書いてあるから、あ、これだろうなっていうふうに多分分かったと思いますね。C はなんかもう辛辣さというか、マイナスじゃないですか。そして D もね、こういう瀬戸際であるっていう、マイナスの表現できてるんで、だから B は意味を分かんなくても選べたと思います。で、3番の例になるものっていうのは、アメリカに来たけど、親たちの言語喋れるっていうのがね、理想とされるものですから、だから B が正解。これも簡単。続いて、ディスマントルですね。まあ、ディスマントルは知ってていいですよ。この取り壊すとか、廃止するっていうのは、ここの文脈でわかりますよね。まあ、そもそも B や C じゃ同じ方向を向いちゃってるよね。はい、DI プログラムね、取って変わってるものですから、取って変わるってことはさ、マイナスのものじゃないといけないじゃないですか。だから、アボリッシュとを選ぶことができます。5番は1個だけ逆向いてるじゃないですか。だから分かるよね。ファクシュスっていうね、党が分かれてる、党派のとかっていうので、まあ、社学とかだったらね、出てくることはある表現ですけど、まあ難しいです。ただ、インクルーシブでしょ？イントートワインドでしょ？アシミュレイテッド、同じじゃないですか。含む、みんな一緒になる、同化するアシミュレイトっていう形で、同じ表現が並んでるから、そんなインタートワインドなんか分かんないですよ。いや、下線部の次の部にインタートワインドっていうのが、みんなが混ざり合うって文脈で出てるじゃないですか。だから分かんないといけないですね。で、次は not correct ですね。正しくないのはどれか。もうかまなったセカンドリーバーブ。まあ、これはね、普通にわかるでしょ。で、次はまた not なやつですけど、矛盾しているっていうのもね、一発でわかるんで、完全にこの、だって DI students じゃなくて English only の方を受けてる人たちのことだよね、A はね。なんですぐわかると。で、タイトルも簡単。Bilingual by culture っていうのは楽勝だし、Immersion program っていうのは、二つの言語や二つの文化にちゃんと触れることですから、だから C は矛盾しているでしょ。conform to 従うね。conform to 知っといてくださいね。総計では出る表現ですからね。で、Immersion program の問題っていうのは最終段落に書いてありますね。Verbalizing っていうのはね、本文中の表現でした。続いて、大門さん。まあ、これは単なる文法ですね。語順として成り立たないのは D ですね。もうめちゃくちゃじゃん。これ、it for to for 文に成り立ってないですね。で、C とかこの ever とか never って、助動詞の would とかの前に置くことできますんで、大丈夫なんですよ。で、次、言い換えられるのは、はい、比較級の前にくっついて、より一層っていう表現ですね。この still っていうのは。だから、even とか yet が言い換えになりますから、だから B が正解。で、次、to date の言い換えならん。慣れないのは誰？これ to date もやってますね。これも和製語でも可愛いでもやってると思いますが、これまでに今までって意味ですか ？So far up to as yet 全部そうですね。In time、一体間に合って時間通りにとかっていうのはないですね。で次 cannot be replaced もまたですね。This の言い換えになれないのはどれかっていうのは、これだって明らかに institute だけ違うじゃん。他はこと、読んだけものでしょ。次がMr. Kelly を指すものですね。これ Mr. Kelly 当然両方同じ人じゃないとだって同じ段落で Mr. Kelly で別人だったら困るでしょ。まあ双子でね、片方宇宙に行って片方宇宙に行ってないわけですけど、宇宙に行った側に決まってますね。これ twice as long as previous studies っていう風に書いてあって2倍の長さ宇宙にいるわけなんでしょ。ってことは宇宙行った側じゃないといけないですね。だからスカットじゃないといけないわけで、で次の文で同じ Mr. Kelly って言ってて別の人指してたらおかしな話ですよ。で次がちょっと難しいかもしれないですけど、 take 人 up on ですね。誰々のなんとかを受け入れるとかっていうやつですけど、ただ代名詞が先に行ってここに置くんだから副詞だろうなって思ってアップ来るだろうなって予想ができた人はいると思いますね。これもだからこのイディオムを知らなくても答えた人がいると思います。で次も narrow down っていうのは知らないけど別に範囲をこう縮めることですけど、それが分かんなくてもこれ完全に文脈じゃないですか。だからこの変化の原因っていうのはもう宇宙に行ってたね、それが原因だろうっていう風にね、それ以外の原因ねえだろうっていう。で次がアバランチだから雪崩であると言ってましたね。これまで授業でなんとかオブ分かんなかったら大体多いだからっていつも言ってるやつですよ。もちろん例がいっぱいありますよ。あるけどもかなりのもの。ホストオブもいましたよね、確かに本文中にね。で次が仮定法現在になってないからサジェストですね、示すだってやつね。もちろんインシストにもね、仮定法現在を取らないのがあるんですけど、人が主語で言うだから普通は。だから分子構文で無生物ですから主語が。だから答えは C。で10の A は簡単ですね。スコットは最初に行って今度はその2倍の長さまた行ったわけですからね。ダイモン4ですね。ミリアットは知らなきゃダメですね。多数のですか、カウントレスの言い換えになりますね。で、2A2B の it 指すやつは、オプティミズムですね、両方ね。これ変わってたら厄介でしょ、同じ文中で。こんな近くにあるのに it が違うもの指してたら。で、次が3番が B ですね。はい。Evaluative Judgments をするときですよね。子供がいい方に、
解釈しちゃう、ジャッジしちゃうっていうやつなんですよね。だ悪いことよりもいい方に目がいっちゃうのが子供であるっていうね。だすごい専門家とかがね、よろしくないって言っても、一般人がいいって言って、そのいいって言った人の方を信じちゃう傾向がある子供はっていう話ですよね。だ4は、そのミストラスティッド、だからダウトですね。はい、信じない。エキスパートの人たちが言うものでも信じなかったりする。で、並べか、が、it's present って、まあ、形容詞のプレゼントが買ってなきゃいけないですね。で、as early as 3 years of age っていうのは、これまあ見たことあれば簡単ですが、こういった表現ね、触れたことない人はちょっと難しかったかな、と思います。次の問題、ね、やらしいよね、これはね。benevolence っていう単語の意味じゃなくて、同じアクセントはどれでしょうって言ってるわけですよ。だから答えはアカンプリッシュメントなわけですね。はい、2個目って。これアクセント問題ですから、ちゃんと説問読んでくださいね。で、意味で解こうとした人は、ってなっちゃうし、アクセントもこれ難しいやつだからね、引っかかる人はいるだろうね。まあだからこういうのが満点潰しの問題なんじゃないかなと思いましたね。7番はそうですね、子供がポジティブなものを好んじゃうっていうね。7は C が正解でしょ。で、8がこうでないのはどれでしょうって言ったのが、ほらさっき言ったやつですね。子供っていうのがネガティブエバリエーションっていうのを信じないわけだから、このノットで正解ですね。あ、readily ね、easily の意味ですから、知っといてください。これもよく出てきますね。で、まあ授業で言ってますね。次、9番、まあ、D は選べますね。消去法でも全然いけると思いますね。で、そうです。ポジティビティバイアスっていう子供が持ってるやつなんですが、これは危険ですね。これね、騙されやすいわけですから。だから答えは A ってことです。会話問題ですね。はい、マリーっていうのが怒ってるとか気分害してるっていうのの理由じゃないのはどれか。ね、お金がないから全然関係ないですね。to have fair share。 あ、そうね、これなんか掃除するの嫌だっつってたよね。で、 New Year's Resolution に諦めちゃって運動しないし、 discipline、 ちょっともうちゃんとした方がいいんじゃないのって言ってるわけでしょ。で、2番、あ、そうですね、ジムを1ヶ月でやめちゃったってですね。3 months trial だけしかやんなかったっつってね。で、2人は roommates。 まあこれは明らかですね。 baby steps の意味ね。これはよく使う表現です、本当に。そんなにすぐにはできないよ、徐々にやっていくよってやつです。で、これで分かること、そうですね、2人は different personalities ね。はい、性格は全然違いますね。で、アナがジムに行くのをやめた理由のうちの一つは、またさっき言ったね、 free trial だけで、 I'm out of cash っていうのね、もうキャッシュないんだ、お金ないって言ってるから、これでわかる。だ、 B 選べますね。で、次が、このコンバーセーションはいつかって言って、まあ、New Year's Resolution もうやめちゃったの？ジャニアリーだけやるもんじゃねえの？とかいう会話が出てるから、だからまあ2月だろうっていうのはわかりますね。3月の可能性もあるから選択肢にはいないわけですよ。早い時期じゃなくて、後ろの時期が載ってますよね。で、1月っていうのはもう終わってるんでない。で、次、マリーが食べたものはどれでしょうって言って、まあ、わかんないですよ、もちろん。だから、most likely ってついてますけど、ベジタリアンフードを食べたって言ってたから、肉の入ってないものを選べば、B だけってなるわけです。で、1回で野菜、ブロッコリーとキャロット使ってこいみたいなこと言ってたから、だからスーパーマーケットっていうのはわかります。で、マリーが思ってるのは、まあ、彼女のことは好きだけど、でもちょっとね、イライラさせるやつだな、お前はってことですから、はい、B が正解ですね。全部できなきゃダメです。だから、これは、満点を取る人いると思いますよ。全問正解してる人は、一定数いるけど、やっぱ満点を取らせないための引っ掛けというか、そういう問題がある。でもすごいむずい知識とかがないで、難しくても今説明してきたように推測できるようにしてるんですよ。だ、そういった意味で、ね、一番努力が報われるところだと思いますね。はい、参考にしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.